J リーグ第3節サガン鳥栖戦アウェーでございます。今季初アウェーでございます。いや渋滞きつかったね。きつかったですね。まさかの自己渋滞2連チャンという今日はウルサースとして2017年一発目のバスツアーを行いました。はい、なんとか定員に達して皆さんのご協力で、だがしかし高速では大渋滞に巻き込まれる。2回ありましたかね。車が横転しているほどの、まあ、開門ギリギリにはなりましたが無事着きました。そんなこんなで、今から試合が始まるわけですが、今日は3月11日ということで、そうですね、忘れちゃいけない日ですね。今日も黙祷があるし、まあ、その黙祷のうちに何を考えられるか。こうして鳥栖に来て応援できる恵まれた環境があるということを再認識して、何よりチームとしてはまだ勝ててないんで、まあ、相性のいい鳥栖ですね。鳥栖ですね。まあ、勝ち点3っていうのを大前提で、また帰りもバスツアーでみんなで帰れるように、楽しく帰れるように。いや、負けてバスツアーはきついね。きついですね。勝ってバスに戻るって本当にもう勝ちたいね。もう勝ってないですからね。選手も頑張ってるし、まあ、怪我人多いからうまくいかない部分は多いけど、キャプテン帰ってきたしやってくれるでしょう。今日はそうですね。ズバリスコア予想は、あ、バスツアーでスコア予想やりました。やりましたね。いくつにしましたか。2-0です。2-0ありますね。ありますね。全然ありますね。ヤスさんは。僕はちょっと3-1でちょっと1失点するけどみたいな。3点取っちゃう。3点取っちゃうあたりありますね。工藤さんに。工藤さん、俺推しのロペス君も帰ってきました。そうですね。まあ今日のバスツアーはスコア予想で当たった方はなんとある選手からのサイン入りスパイクがあります。あります。僕らもそれ本気狙いに行って、はい、もう笑いとかじゃなくて本気に 2-0 っていきましたからね。もう1点取ってちょっとこけて3-1。もうどっちにしろ勝てばいいんで、まあ、勝てばいいですね。勝てばいいんで。スパイクよりも、スパイクより勝って笑って帰りましょう。広島に天気もいいんで。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。それでは試合後にまたお会いしましょう。頑張ります。頑張ります。お疲れ様でした。鳥栖戦のバスツアー終わりました。大ゲーム楽しかったですね。まあ大変かに試合後の疲れを癒しました。まあ試合については、まあ、1対0で負けってことで、開幕3試合で勝ち点1しかない厳しい状況の1分け2敗ということで、まあ、この現実を受け止めて、じゃあ次どう進んでいくのかっていうのが重要だと思うんで、まあ、今シーズン思うようにいかないシーズン、まあ、怪我人もあって台所事情も苦しくて、まあ、うまくいかないっていうのはあると思うんですけど、まあ、それを受け止めて次に進んでいくために我々にできることはあると思うんで、勝ちの試合を見たいですね。見たいだけじゃなくて作れるよ、雰囲気を作って、そうですね、勝たせる気持ちで戦っていくことかな。今日の試合は、まあ、後半の 2,30 分過ぎぐらいからパワーをね、いい感じ、はい、皆さんの1000人ぐらいのサポーターの方のパワーが選手に伝わって、1人少ないながらも前への推進力がすごいあったので、あれを試合開始からガンガン出していけるようになったら、また流れとか変わってくるかなと思うので、次はリーグに関してはアウェー札幌、その前にミッドウィーク水曜日にホームでルヴァン開幕です。まあ、ホームも勝ててないので、まあ、まずは一緒ホームで、大会が違うとはいえそこでしっかり勝って流れを作って、メンバーも変わるし、はい、メンバーの変わる、ね、こともあると思うので、しっかりと戦って次につながる流れをホームから作
作っていきたいなっていう感じです。今回バスツアー鳥栖に参加してくださった方ありがとうございまし ました。楽しんでいただけたかな。まあ、あれも千葉ちゃんのスパイクとかいろいろお楽しみの感じがあった、ね、楽しみがいくつかあったので選手にも協力してもらって、はい、そういう感じでやっていきました。まあ、楽しい感じになったかなとは思うんですけど、紫色でメイプルコートさんもお世話になってますという感じで、今シーズンも何試合か、あと大阪、甲府、岩田、清水、神戸付近で出すので、皆さん良ければ乗ってくださいということで、広島駅からお届けしました。お疲れ様でした。お疲れ様です。